もう夜明けだよ。今まで全然寝なかったの？ええ。バカだな、寒いのにそんな格好で風邪でもひいたらどうするんだ。でも眠れないの。昨日も寝てないんだろ。そんなことじゃダメじゃないか。ほとんど食べてないし、一度お医者さんに診てもらった方がいいんじゃないか。病気でもないのにどうして診てもらうのよ。だってほとんど寝てないし食べてないし、何か原因があるんだろうから一度診てもらった方が安心だよ。そんなお金今はどこを探してもないわ。裁判で二人とも留守にすると子供たちがかわいそうだからね。その間お袋に来てもらおう。よかったわね。ローズ、この2、3日君は裁判なんかもうどうでもいいって感じだね。今さら考えてもどうしようもないでしょ。たとえあなたが無実だって証拠を並べてみせたって、無実だって叫んだって、初めから向こうの考えは決まってるのよ。私たちおもちゃにしてるんだわ。それに引っかかっちゃダメよ。明日から子供たちも学校へ行かせません。あなたも一歩も出ちゃダメ。ドアに鍵をかけて閉じこもってるのよ。もう誰も入らせないから。よし、そうした方がいいね。みんななるべく出ないようにしよう。子供たちはどうだろう。お袋のところへ預けた方がいいんじゃないかな。無実だなんて言ってるけど本当はやったのかもしれないわ。そうじゃない、犯人かもしれないわ。ローズ、何を言うんだ。秘書なんか行かなくてもいいのにわざわざ借金までして返すのが大変だって分かっていながら、あなたって人は平気でお金を借りてくるのよ。よしなさいって言ったでしょ。積もり積もっておしまいには身動きできなくなるからって。ローズ、やめなさい。言った通りじゃない。どっちを向いても借金だらけ。刑務所には入るし絶対有罪になるわ。もう何をしても無駄よ。いくら頑張ってもアリバイなんか潰されちゃうわよ。一家揃ってめちゃめちゃにされるわよ。